虫を食べてみようです2個泣いたダメだダメだ。はい、始まりました。本日の肉ナイト始まりましたよ。虫を食べよう。はい、なんと本日ゲストははいこのニコナイトはいスタッフのはい誰ですか誰ですか。スタッフでいいっす。はい、スタッフさんです。はい、本日スタッフさんが出演してくれました。そしてゆうじくん、今日風邪です。お疲れです。風邪で休みっていうところでテンション一つドゥーンの虫っていうところで僕本気でダメなんですよ。虫は虫いけるでしょ多分ナイツさんは。いやもう今日の虫はちょっとマジでやばいですね。ナイツさんは基本的に何でもいけるんじゃないですか。僕虫だけは本当にダメなんですよ。まあ結構虫ノリノリだったんですけど、これどうします、これどういうタイミングで虫食べます。じゃあいや流れでいきましょう流れでいきましょうこれちょっと最後らへんに残しておきましょう。あ、ラストまで残しておきます。もう最初ぐらいから行っちゃったらもう持たないですよえ、いつも全然なんか最初から飛ばしてないですか。え、最初からですか。はい、そんなことないですよ。なんか今日テンション低くないですか。いや、今日は全然、あ、ちょっとお酒飲んでるんでちょっとテンション低いように見えるだけであってだって2種類ありますよ、まずいいよ、ほんとまず2種類ありますよ。虫はダメだって虫2種類ありますよ、まず虫2種類ありますからね。2種類ありますよ。これはやばいっす。とりあえず、今日の虫メニュー、はい、あ、じゃあ虫カメラいきます。虫カメラに切り替えてもらってグロ大丈夫かな、これグロ注意ですね、完全な。これうわわわわわ大丈夫かな。うわわわうはい、イナゴイナゴイナゴとからのオランチのハチノコオランチのハツノコオランチのハツノコ。これまだ開けてないです。どんなんか見てないです。イナゴは多分美味しそうなんですけど、まだ食べれそうなんですよ、はい。蜂の子が怖いです。蜂の子まだこれ開けてないですからね。いやでも普通に食べれるものなんで。そうそう、食用では売ってますけど、口に入れてみたらどうかなるんですよね。どうにかなるって話ですよ。蜂の子は多分あのない 中身系が多分、うん、これは2つとも長野で買ってきてもらったっていう話ですよね。そうそう、長野さんですね、それは。はい、僕本当にあの何でも念押ししますけど、虫は本当にダメなんですよ。やっぱ田舎蜂の子食べるとことかあるんですよ。はい、いやそうなんですよ。なんで結構その虫を食べるっていうのは、はい、僕食ったことないんですよ。で本当に昔はマジちょマジ切れそう本当切れそう本当切れそうダメダメダメ、うわ、いや落ちちゃったっす。やばい。途中これ一気にいったら多分いけるんで、はい、半分ぐらいで一回噛み切る感じでいかないですか。じゃあ半分、いやもうマジで食いちぎる感じで、よし食いちぎる感じでいった方がいいですよ、ね、多分。いやもうコメントが怖いんですよじゃあナイト君行ってみようとか、やっぱそうなるんですよ。ナイトさんいつもだって悪いことばっかするじゃないですか。いや今日ばっかりは僕すげえおとなしいですよ。だから今日はやっぱ全体的に率先して食らってもらった方がいいじゃないですか多分。いやいやいや、ふざけんなよふざけんなよ
よし、あもう今日、ま、だってまずイナゴを普通に食ってみます。あダメだ、俺ダメだやっぱりこれ。いやまあイナゴ多分、いや俺だってイナゴを食ってるのとか裸足の弦でしか見たことない。裸足の弦、僕もでも実際のイナゴはそうですね。あ危ないわこれ。これハチの子ウジ虫みたいなんでしょって、もう一番言ったらダメなこと書いてあるしね。ハチの子俺もうマジ開けれないですもん。開け方注意とかこれ見えてるんですけど、なんか飛ぶ系じゃないですかピシャって、はい、とりあえず開けます。それじゃ開けてみます。もうコオロギは、コオロギじゃないです、はい、コオロギじゃないです。イナゴ見たんで、はい、行きましょう。虫カメラに、虫カメに虫カメに。はい、これ、いきますよ。じゃあオランチの初の子、オランツの初の子、オランツの初の子オープンで。うわ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 、いや、やべえこれ。今ごぼっつったっす。なにさん今ごぼっつった。やばいやばい、もうこれハチなりかけてるやつおるっすよ。うわやばいやばいやばい、これやばい、これやばい、えマジやばいマジやばいマジやばい。ちょっとカメラ変えてください。初の子、初の子もこれ 初になりかけてるっすこれで。なんかもうなんかぎゅうぎゅうに詰まってるっす。ダメだ俺やっぱ今日ダメだ。絶対ダメ、本当にダメ。虫もう、やっぱ食べれば美味しいらしいですよ。いやもうだってもうすげえコメント早く食えとかすげえ出てますから。だって広島男児の男気見せてって書いてあるんですからね。いや僕実は広島出身、広島出身って言いながら、はい、生まれ広島じゃないんですよ。どこなんですか。熊本なんです。一緒つ。あ本当ですか。生まれじゃないですけど、でも育ち広島なんで、もう広島って言ってるんですけど。あじゃあもうイナゴは、マジで触るのやめてくださいよ。いやもうやっぱそろそろもう寝れへんから早くってみたいな、ちょっとイライラしてきてるんですよ。やっぱこっちサイドからしたらちょっとやっぱあコメントでね、なんでええんか、なんでええんか。だいぶ前に過ぎたっすもん、ね。はい、なんでええんかって入ってますけど、なんでええんかなんすか。なんすかね、やっぱ演歌が一番良くないですか。なんかちょっと居酒屋風な感じで、あでイナゴを食べるっていう感じ。そうですそうです、なんかこういう感じでイナゴとかハチノコとかってビールとかお酒のおつまみに最高って言うじゃないですか。ね、あすごいジョージアをしてますけど。これでもハチの子、はい、なんか結構あのピロピロってなってるっす。なんかこの辺の、この辺のとか、なんかハチなりかけのやつのこの辺のとかなんかピロピロって。マジ説明するのやめてもらっていいですか。マジやばいっす。いやもうマジやばいっす。見てる人すごい今ちょっと気分悪いですよ。いやでも 見えてないですよ。早く食べないと、早く食べないとって書いてる人誰ですか。目をつぶってスタッフさんが食べさせてあげてって言われてるんで、はあ、あ お箸をもらっていいですか。そのやっぱいつまで、いやいつまで、あいやだってそうそう、やっぱ食べないのが気分悪いって、そうそうなるんですよ。やっぱこう作って作ってはる人もいるし、自分の地元で作ってるかもしれないですよ。それもこんなの食べれないよって言っちゃったらもうそれも、いやいやいや僕はそういうそういう心配をしてるんじゃないですか。ちょっと僕そういう心配してるんじゃないですよ。本当ちょっと何してるんすか。何してる、黙んじゃねえ。何してるんすか。黙んじゃ、こら手で、手でいくっすか。じゃあ手でいきましょう。じゃんけんで、じゃんけんで負けた方が手でいきましょう。なんかスタッフがまず食べなさいって書いてあるんですけど、そうですね、それはさ、まず食ってくださいよ。それはだって僕がまず最初に食べて、なんかそれはあるんすか。なんか毒味的なやつですか。商品で売ってるのにですか。いやいやいや、はい、僕じゃあ分かったっす。分かったっす。あじゃあ僕分かったっす。いや違います。分かったっす。僕つまみます。違います。違ったっす。あの僕イナゴ食うんで、なにさん蜂の子食べたいです。
ハチの子見ていたかくれんぼなんてなぁ。ちょっとじゃんけんで負けた方が食いましょう。いやもうマジで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 本当に虫には差はないから。じゃんけんでいきましょう。じゃんけんで負けた方がとりあえず一匹食ってみましょう。イナゴですか。イナゴこれどう一口でいっちゃうんですか。じゃあ一口でいきましょう。最初はグーじゃんけんほい。じゃあ一口でお願いしていいですか。僕やりましょうかこれ。お箸演歌めっちゃ合ってますよこれ。やっぱりさすがっすね。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。こればっかりちょっと待ってください。無理だって。ほんともう早く食べてみたいになってますよこれ。大丈夫です。だって口を開けてれば勝手に入ってくるんですよ。自ら迎えに行かなくても口を開け、はい、口を開けて、ナイスさんは口を開けてもらうだけでいいです。ああちょっと待って、ちょっと待って、ごめん、ほんとちょっと、ちょっと待って待って、コメント見たくない。あったかいの見たいのが入ってる。ダメだ。あ、これいいんちゃうんですか。ちょっと羽の形が綺麗ですね、これ。羽の形とお尻が、ちょっと。お尻、キモすぎるっす。だって虫。あ、やっぱ意外と虫可愛いなって書いてあるんで、これちょっとよく見てもらったら分かるんですよ、これ。まあいいぐらいにモザイクがかかってるんですよね、これ。ちょっとぼやけて。あー、よし。羽がプルプルしてるっす。羽がナイスさん、羽がプルプルしてるっす。噛んじゃったらいいんじゃないですか。一旦じゃあ出しましょう。ちょっと違う。味はでも味はまだ、いや味はまだ、味は普通になんか美味しいですか、ね、やっぱり佃煮的なね。甘いしね、やっぱこうなんか煽られてますよ。今まで散々いろんなことを してたんじゃないですか、ナイツさん。誰だよ。誰だよ。うわ、誰か言いましょうか。誰か言いましょうか。そのナイツさんが番組終わった後に片付けてる人っす。すいません、いつもお世話になってます。シナモンとか。はい、シナモン。シナモン一番ひどかったっすね、あれ。よし、食べ物を粗末に、いやちゃんとここちゃんとありますよ。触っちゃった。ここに大丈夫、ちゃんとさっき口に入ったやつ、これ蓋に置いてあるんで。これぐらいかな。見えあの飲み物よりずっとマシだって書いてあるんですからね。いや、あの飲み物よりは全然マシなんですよ。てかこれ普通に食べれないものじゃないですから。そうそう、食べれるもの、食べれるものというか美味しいものですよ。でもどっちかといえば、あ、自分で言っちゃいます。行きます行きます、全然行きますよ。羽とかめくれないですか。なんか固まってるっすよ。何さん固まってるっす。うん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 、うわー、それは見せたらダメっす。え、ガー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 、噛みましょう。ナイスさん、うーわ、ダメです。あー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 、噛んでる。うわ、足つりそう。バリバリ言ってるっすよ。
なんかこっちが汗かいてきた、すごい。こっちサイドが汗かいてきた。目をつぶって食べれば美味しいけど、羽が歯とかに詰まんちゃうっすか、羽。うわ、すげえ、バリバリ言ってるっす。美味しゅうございました。最低っすね。次8行くっすか、皆さん。次8行くっすか、皆さん。次8行くっすか。いや普通に食べるうちはどないなんねん。いや、これ普通に食べれるものなんで、味的には美味しいですよ。味的には全然、味的には美味しいんですよ。皆さん、これ、いや、ただですね、僕今までその虫を食べるっていう習慣っていうか、まあ日常生活には含まれてなかったですね。そうなんですよ。イナゴは最低って書かれてますからね。いや、そういう時もあるっす。ゴキブリじゃないですよ、これイナゴです。イナゴでも、これイナゴ普通にあれですね、僕これちっちゃい頃から食べてたら全然美味しいって言って食いますよ。ご飯とかすごい合いそうですね。ご飯合うんすか。はい、ほんまに合います。合います、合います。でも一回食べたらもうダメですよね、それは。もう別に食べれるっすもんね。じゃあじゃんけんで負けた方が20匹いきましょう。20匹口の中入れましょう。5匹にしません。いやいや、20匹いきましょう。えっ、分かりました。 20は一回聞いてみましょう。じゃんけんで負けた方が何匹ですか。20匹。いや、5ぐらいが多分マックス気持ち悪い感じだと思うんですよ、口の中は。美味しいですよ、はい、美味しい。いや、これ美味しいです、美味しいです。もうなんか食感普通に、ただ見た目があまりにもまあグロテスクな、はい、慣れてないっていうか、お尻がね。20匹お尻と頭が20、20、30ってなってるっす、こっち。30なってないですよ。え、30なってます。30あります。出てくる。30はちょっとやばいんじゃないですか。よし、え、20っすか。20、結構これ、でもイナゴ20匹口の中入ってる思ったら、それ相当あれっすね。でもイナゴ20匹いきましょうよ。20匹分けときます。じゃあとりあえず20匹分けましょうか。今ここ2匹なんで、じゃあ3、4、5でしょ。これでかっ。でかいのいきましょうか。6、7。うわ、これ押しが8、9、10、11でしょ。12、13、14、15、16、17、18、19、20。これ20匹です。はあ、もうだってこっちサイドがもうなくなってるっすもんね。こうちょっと、これ負けたら20匹いきましょうよ。これ乗ってるやつ全部。うわ、もうマンホールから出てきたゴキブリっすよ、それ。いきましょうか。歌舞伎町によくいるやつですね。ナイツさん、何出します。じゃあチョキ出します。僕グー出します。じゃあ、わかりました。じゃあグー出してください。僕チョキ出すんで。僕グー出すっす。わかりました。最初はグー、じゃんけん、ほい。でもこれでなんかいいかなって。え、これだってどういったらいいですか。
やばい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 、残り行くんすか、どこ行くんすか、嘘、うわすごい顔してんな、ナイトさん、ナイトさん、はい、さもう食べれないっす、これなんかそんなんされたら、これ一気に食べる感じですか、一気に食べる感じですか、一気に食べますよ、よし、ゴー、僕、口の中入れますよ、あー、じゃあ、あーしてもらって一匹、二匹できますね、一気じゃない一匹、二匹できましょう、あ、まずその塊いきましょうじゃん、はい、頭だけです、まあ、頭だけはやめましょうはい、二匹、三匹、うわ、四匹、五匹、六匹、あ、はいはいはい、うわ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 、すげえ、口の中やべえ、なんか足とか出てますよ、あー、ちょっと待って、コーヒーのとこになんか虫いるし、カメラに口の中見せてください、カメラに口の中、ちょっとうわうわうわ、でも味的には美味しくないですか、味的どうですか、味どうですか、どうすか、なんすか、なんすか、食感がうまいですか、食感がなんすか、ダメ本当にダメ、本当にダメやめて、うわ、味でもどうすか、結構美味しくないですか、味はめっちゃうまいですよ、ちゃんと食ってくださいよ、ほんとコーラなんて飲んでる暇ないっすから、いや、でもこれ味は全然美味しいですよね、なんかなんすか、よし早く飲み込んでくださいよ、マジで飲み込んで、2個ないかよし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 、じゃあそんなところで一回 CM 入ります、虫やばいって、
音聞きます？音ですか？いや音はもう大丈夫ですよ。音大丈夫です。音大丈夫です。そんなくちゃくちゃ、くちゃ絶対聞こえないです。絶対聞こえないです。いやー何やってるんですか？虫ばっかりはちょっとまずいですね。蜂の子なら一気に40いけるなって。バカじゃないの？バカじゃない。やっぱちょっと思いますよね。おバカさんなのってなるんですね。蜂の子に酔ってください。これちょっと蜂の子に酔ってください。スパイス匂い匂い酸っぱすっす酸っぱすっすナジさんこれ酸っぱすっす酸っぱすっすこれこれすちょっと虫かめに一つなんかあの蜂の子さん潰れちゃってるっすよね。蜂の子潰れてますね。すごい。あ、今イナゴの頭噛んだっす。蜂の子一回やってみます。蜂の子じゃんけんか。蜂の子じゃんけんします。蜂の子じゃんけんします。蜂の子じゃんけんします。これだけちょっと飲み込む。はい。いやー虫はきついな。行きましょうか。ハチの子じゃんけん。ハチの子じゃんけんじゃんけんほい。あいこしょい。はい。あい。え。まあでもあれですから。普通にこれ。食べ物ですからそこを忘れなく大丈夫ですよ。おかしいっすおかしいっすおかしいっすよ。おかしいっす。量が量が違いますって。それはこれぐらいこれぐらいこれぐらい。いやでもここまでいくと全然わかんないわかんないですよ。でも肉眼で見るともう普通にもう、はい、こいつ誰でしょこれもう。味だけ味だけレポートしてください。マジっすか。いってらっしゃーい。え、マジっすか。なんかお尻みたいなのやばいんですけど。大丈夫っす、大丈夫っす。行きましょう。頭とかこれ大丈夫っす、大丈夫っす。これ見ました、ちゃんとこれ黒いのなんか。これなんすか。頭でしょ、それ。それ頭。大丈夫っす、大丈夫っす。頭っすよ。ナイツさん、ほら、頭っすよ、これ。もう幼虫、幼虫じゃない。え、でも見てください。AKB も蜂の子食べてた。AKB も食べるんすから。でも、さなぎっすよ。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。一回味のレポートだけお願いします。はい。これ、これもう…どうですか？どんな味します？これ…これ、イナゴ噛めても、これ噛めへんすよ。イナゴは噛めても、これは噛めない。噛めないですか？あ、え、味的にどうですか。味は味ですか。どんな味ですか。若干酸っぱすっす。若干酸っぱしょびしょしてか。若干酸っぱすっす。何してるんですか。いや、ほじってます。うわ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 わわ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 わ。なんかバリって言ったんですけど、ナジさん、ナジさん、蜂の子柔らかになんかバリって言ったっす。いや、ちょっと待ってください。ちょっと臭いっすね。ちょっと酸っぱいっすね。匂い。いや、あと、この下に落ちてるこの、こいつがちょっともう。うわっ。でも、え、ハチの子だからサナギでしょって。ハチの子ってあの、あ、え、ハチの子ってもっと幼虫っぽくないですか。いや、僕全然わかんないです。わかんないですけど、でも逆にハチの子ぐらいまでこんなちっちゃいと
いやでもこれもうほとんどさなぎっすよ。これだからこの細いピロピロのなんすかね、これピロピロの。ダメだ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 。あ、ナイスさん、ナイスさん、ダメだ。ナイスさん、こいつ蜂の顔して触覚生えてるっす。マジでやばいっす。ナイスさん、マジでダメダメ。ちょっと見てください、触覚生えてるんですよ。え、もうさっき見ましたもん。え、ガチ触覚っす、ガチ触覚っす、マジで。片一方だけ、そこは頭なんですけど。ああ、はい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 、生えてますね生えてますね。視聴者減ったなって書いてあります。知らないから減りますよ、まあはい。あれ、目悪いんすか。いや、目悪くないですよ。ちゃんとちゃんと見せてよって書いてあったんで。ナイト君食べたそうじゃん。そうなんですよ、ちょっと食べたい気持ちもするんですけどね。あ、マジですか。じゃあ全然いいっすよそれは。でもやっぱ食べたい人に食べてもらえる。いやいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。それ以外とは。いやいや、ちょっと待ってください。蜂の子も本当に幸せ、蜂の子も幸せになれないっす、それは。ライスさん、いやでもこれ普通に普通に食べる人はいますからね。いますよ、はい。いただきます。いやいや、それは少ないですよ。もうちょっといった方がいいです、多分。だからそこ、これここに出した理由は何ですか。全部食べようかな。あ、じゃあ全部。いやいや、じゃんけんで負けた方にしましょう。まあ、とりあえずそれじゃあ食べてもらっていいですか。なかなか噛みたくないですよ、それ。あ、結構でもこう振り切ったら全然噛めて美味しいのかもわかんないですよね。でもなんかもう一回食べようっていう気持ちにあんまならない。いや、うわあ、いや、黒いのちゃんと見せてくださいって書いてあるんですね。見ます？わわわわわ。お口直しに、まあコオロギじゃないんですけど、イナゴを食べます？いや、まだこれ足の関節が。僕思いました、蜂の子より僕はこっちのイナゴの方が好きです。あ、味的には僕もっす。でもそれは、はいはい。なんかこれ口の中あれっすね、なんか酸っぱいっすね。なんか変に酸っぱいっす。これ黒いのはイナゴっす。黒いの何ですかって、イナゴです。これあれですね、激減しますね。これは激減しますよ。いやいや、そういう時もあるっすよ。でもいや、さすがに。じゃあ次何やるか聞いた方がいいんじゃないですか。やっぱり次何やってほしいか。そうそう。いや、だってもうめっちゃむちゃなこと言います。だって混ぜたやつやったじゃないですか。で、虫食べたじゃないですか。あと何をしたらいいんですか。じゃあ僕はしないですけど。いや、なんか合わせて食うとか、なんか多分絶対そういう話きますって。感触はどうなの。感触は、感触は何に似てますこれ。次何、ちょっと何に似てるかもう一回。すごい面白いコメント来ましたよ。なんすか。スタッフさんの脱髪式やろうぜ。賛成。いや、そもそもニコナイトとは、はい、こういう番組じゃないんですよ。もっとこう、どういう番組なんですか。見ていてウキウキするような番組なんですよ。もっとこう
やっちゃうみたいな。あ、でも見てる方もやっちゃえやっちゃえ、やっちゃえやっちゃえですよ本当。でもこれ違うじゃないですか、ちょっとこれもう引く感じですよね。これはもうちょっと引く感じですから、こいつら断髪式しましょう。断髪式、あ、やっとテンション戻ってきましたよ。あ、こういう話です、こういう話です。じゃあちょっとつまみながら喋りましょうか。それはいや、虫は、それはでもおつまみをちょっとつまみながらしてゆっくり喋りましょう。でもそのことについて小1時間。あ、コメント読みますか。キャバ嬢ゲストがいいなあ、なるほどね。呼びますか。今度は気持ちいいこと、あ、気持ちいいこと、あのテレビとかでやってるんですよ実は。そのこれを使ってこうしたらちょっと気持ちいいみたいな、変な感覚で気持ちいいみたいなのがあるんですけど、それ、はいはいはい、そういう感じじゃないですか多分。そうですね、いちいち食べながら。よし、低周波でも結構人気ですね。低周波、テンション上がりますからね。テンション上がんないですよ。テンション上がります、上がんないです、上がんないです。蜂の子食べないですか。蜂の子ちょくちょく触覚生えてる。なんかシャンパングラスとかないですかね。シャンパングラスはあるっちゃあるっす。シャンパングラスちょっともらいます。入れるんですか。よくわかりましたね。まあ一旦入れましょう。はい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 。でもこれさっき食感を聞かれてたんですよ。食感答えられます。もうなんか口にあんま残っ、いやなんか食感が残ってないこと。ちょっとこう柔らかい、なんすかね、柔らかい感じで。ここ入れたら絶対カメラでバチンするっすね。まあまずドゥン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 。それでも飲めます？いや、口の中に一気に流し込んじゃえば大丈夫なんじゃないですか。でももう僕これぐらいじゃないですか。今度からはい、絶対虫企画やんないですけど。で最後ちょっと、いや、イナゴ添え。イナゴはいけます。イナゴ3匹ぐらいにしましょう。じゃあ。そうですね。それは入れすぎっす。あのほんまに喋れないですよ。マジで喋れないですか。じゃあこれもう一本用意します。じゃあ乾杯とかそっち系ですか。いや、ジャンマケーキです。いや二つは混ぜたらダメですよ絶対。イナゴいくらなんですか。イナゴ いくらですか。イナゴ600円。あ、なるほど。今なんかしようとしたんですか今。いや、なんか満タンにしましょうっていうコメントあるんで。マジっすか。はい、あります。あ、満タンでお願いします。最後に虚血だけはちょっと勘弁してください。ちょっと水分だけは勘弁します。じゃあこれはもうそういう感じでなんかもう雑なことしてんなぐらいで見てもらって、はいはいはい、次何をやるかっていうのをもう適当にコメントしてもらっていきましょう、はい、今僕全然話聞いてなかった。だって来週何やるんですか。来週何やりましょう。来週ゲスト呼びますか。来週は誰、ユージさん復活してますからね。復活しますよ。でとりあえずユージさんは来てもらって誰がいいんですかね。どういう人をゲストで呼んだらいいんですかね。でもキャバ嬢って呼んで虫食わそうですか。キャバ嬢ですか。キャバ嬢に虫食わしてもしょうがないですよ。リアル友達、リアル友達呼んで大丈夫なんですかね。ミカノさんって書いてあるんです。ミカノさんは違うやつで来はりますよ。あ、そうなんですか。あの来週の月曜日です。豊月さんと。いや、実は僕女も容赦なしなんですけど、女の子だとちょっとあれなんですよね。泣いちゃう可能性がある。泣いちゃう可能性が出てくるんですね、はい。虫博士呼びたいですね。虫博士すげえバリバリ食いそうですね。さかなクンどこ行ったんですかね。さかなクンはちょっとどこ行ったか分かんないです。あ、さかなクンでもちょろちょろ出てるっすね。なんかダメ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 、本当にダメ。そっち系で、ナイツさん何のモデルですか。
はい。あれ、そんなありましたね、確か。大丈夫っす、大丈夫っす、大丈夫っす。あ、でも出てました、メンズナックル。ナイスさん、虫博士になったいじゃないですか、じゃあ。え無理っすよ。無理っす、無理っす。いや、昔はでも、本当に虫とか結構いけたんですよ。はい、あ、そうなんですか。なんですかね、大人になるとこのいけない感じ。あ、それは気のせいですね、多分。見えますか。ちょい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 、小指に。あ、まあ、イナゴの足がついてましたね、今。最初はグーじゃんけん、おいしゃ。いや、それでも面白くないですよ、なんか。いや、とりあえず3回にしないですか。食った後にやりましょう。 3回しないですか。じゃあそれを決めるのに1回 CM 入ります。はい、始まりました。もう一回じゃんけんやります。いいですよ、勝てばいいですよ。最初はグーじゃんけん、ほい。もうさ、なんか寒いやつじゃないですか。はい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 、はい、寒いやつ、はいはいはい、もうどこまでですか。全部ですか、これ全部ですよ、全部ですよ、もうそれ当たり前じゃないですか。マジですか。そうですよ。壊れたセーツ、壊れたー。その際はこう早く行きなさい。行きなさい。入ってこないですよ、これ。もぐ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 。早くカメラに見えないじゃないですか、それじゃ。早くカメラに見えないじゃないですか。カメラに見えないじゃないですか。もっとほら口開けて、ほらほら口を口を開けなさい。ほらカメラにちゃんと口を見せなさい。カメラにちゃんと口を見せなさい。ほらほら。ほらカメラに、カメラにちゃんと口を。やべ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 、これちゃんとカメラに顔を見せなさい。ちょっと手のひらにあるやつなんですか、それは。手のひらにあるやつなんですか。なんすか。ああ、ニコナイトの鉄の掟を破るんですね。負けたのにそれをやらないっていう。いいですよ、それなら。それならいいですよ。ああ、いいです、いいです。全然いいですよ。ああ、僕でも、一つ言っておきますよ。今、コメントちょうど500なんですよ。ちょうど500なんで、僕1000いったら、全然、ここにある、イナゴを全部食ってやっていいですよ。口の中に入れていいですよ。センスか？センス。はい。
あと13分で、あと500いったら、あと500プラスしたら、あと500いったら僕全然これ全部口に入れて、あ、マジですか。僕とりあえずその味ちょっとゆっくり食べる。はい、ゆっくり食べていいですよ。はい。全然あれですよ。うわー、触覚キモい。やだー。マジでキモい。もうなんか手に乗っていることがキモいですよ。あ、もういけるでしょ、もうやばいでしょ。いや、で、だってまだあれですよ。あと、あと13分で、今560、570とかですよ。いけるでしょ。いやいや、全然いかないです。いけるでしょ。いや、本当に言ったら僕これマジで食いますよ。全然いいですよ。いやそれにしてもちょっとあれですね、早いですね、コメント。あ、でも今もう遅くなったんで、もう大丈夫です。もう大丈夫です。いやもう今からです、今からです。ぐいぐい行くっすから。いや、今600、今600行って、ぐいぐい行くっすが、画面めっちゃ中行くっすよ。今公式でこんなもんか。いやね、いや残念。いやそんなことはないですよ。これ何匹ぐらいいるんですかね、この、まあ、ちょっと虫カメ、虫カメ、まあ約340ですよね、これ。虫カメにしてもらっていいですか。いや手は邪魔です、手は邪魔です。俺これね、リスナーの意地見せるぞ。やって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 、もうこれこれにかかってる、これにかかってる。あ、じゃあプラス1000いったら、これ今まあまあ厳しいじゃないですか。はい。これとちょプラス8の子もいかないですか。いや、これも口の中いっぱいになりますよ、もし1000いったら。もしもしもしいったらの話ですよ。もしいったらの話なんで、今ちょっとあれなんで、はい、ちょっと蜂の子いけるっすよ、蜂の子。蜂の子っすか。いや、蜂の子はちょっと待ってください。とりあえず、わかりました。じゃあ、1000いったらイナゴで、1200か300で、はい、蜂の子。まあまあ、別にいいっすよ、まあまあ、でも、あと残り11分ぐらいで行くのは、まあ、多分今ちょっと、あれですから、疲れてきてますから、まあ、ちょっと落ち着いてるんですけど。カメラはじゃあ切り替えてもらって。若干コメントが落ち着いてきてるんですけど、はい、でもまだいけるっす、まだいけるっす。全員まだ全然いけるっす。もうニコニコ生放送の見てる人はもうえげつないレベルを持ってるっすよ、この人たちは。いや多分これ僕リアルに800ぐらいで終わっちゃうぐらいの話ですよ。いや800なんでいくっすよ、全然いっちゃうっす。いやあと11分ですよ。あと11分ですよ。これ本当にラストスパートに追い上げるって、もういや俺これちょっと今テンション上がってますもん。俺このまんまだったら絶対行かない、行かなくて大丈夫ですか。大丈夫です、行かなくて。それは行かなかったら、いやもしもし分かりました。じゃあここで行ってきますよ。1000行ったらこれ俺全部イナゴ食いますよ。1000行ったら行くっすか。1200、いや1300行ったら蜂の子っすか。蜂の子これ全部行きます。おお、すごい。蜂の子全部行きます。うわすごい。蜂の子の方が見たいな。でも蜂の子口いっぱいはやばいっすよ多分。いや全然、いや多分難しいですから。よし、線は行きましょう。過去最高、過去最高ってどれぐらいなんですか。過去最高なんぼですか。1500ぐらいですか。まあ、いやこれから1500って言ったらあと750ぐらいコメントを上げるのは、まあ、相当きついですね。今で、はい、今で780ぐらいです、はい、もし僕あれですよ、もし仮にですよ、はい、1500いったらこの虫2個とも一気しますよ2個とも一気してやりますよ全然。やっぱかっこいいですね。いやまあできたらの話ですよ、できたらの話ですから。えでも僕これ本当に鉄板でもしできなかった時にはまあまあ食わないですよ、本当に食わないですよ、まあ、全然あのいいですよ。いや言った通りちゃんと言ったら食いますよ。初戦行かなかったでしょみたいな感じで全然言ってもらったりする。行かなかった場合は、はい、いやないと余裕だねって書いてあるんですけど、全然全然余裕っすよ。あでも時間いい感じっすね。いや残り9分で今820ぐらいですよね。そうそう。いやだったら多分大丈夫じゃないですか。うわ全然。いやいけますよ。その余裕さが尺に触るいや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 全然。いやなんで1000いったらイナゴ一匹、1300でハチノコ一匹、1500でイナゴとハチノコ一匹それはもう一匹っていうかもう足一つ残らず食ってやる
綺麗に綺麗に食いますよ。いやわすごいすごい、はい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 、来ましたね。これどん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 来てるっすよ。いやみんなで頑張ろうって、なんか一体感、そうそう、もう一体感生まれてるっすから、ね、加速っすよ加速。大丈夫っす、全然俺大丈夫っす。俺ってか虫全然あれっすもん。蜂の子一匹食べてみたらどうですか。いや大丈夫っす。いやこれはいや本当に行ったら食いますよ。ああ行ったら食います。言わなければまあそれは食べなくていいです、はい、もちろん。いやどんどんリスナーの一体感をなめるなよ。マジでやばいっすよ今、はい、今920ぐらい。行こう行こう、行ける行ける行ける。加速加速。いやあと7分あと7分で今930。まあ1000は行くっすね。まあでもイナゴっすよね。僕イナゴの味結構好きですから。イナゴはまあ確かに、はい。いやでもこれもしかしたらじゃあ1000行った時点で僕えイナゴ行っちゃうっすか。あいやそれじゃダメっすよね。それ結局両方行っちゃうことになっちゃうっすよ。残りあと8分ぐらいの中で はい残りじゃあ3分になった時に僕一気にあれしますよ。あ残り3、じゃあ残り3分ぐらい、とりあえずそこまで期限にしましょう。はい、まあ、とりあえず1000は多分いくんで今が955っすね。もうこれイナゴは確定、確定ラインですね。もう当確っす、当確イナゴ当確っす。これいや、まあ、でもイナゴ、もしかしたら途中でなんか配線切れたりするかもしれないそれはないっすそれは大丈夫っす。散々そんな感じで本当に食べるの。いや本当に食いますよそれは。もう行ったからには全然。まあまあまあでも1300ですよね見たいのは。1300の蜂の子が見たいですね。いや僕1500のあの両方2つ食うみたいなのはもうちょっとそればっかりは。えでもあ早い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 。はい、まあ1000円は行きましたね。まだ、まあまあまあ、行きますよ。イナゴぐらいなら、まだ時間ありますよ。イナゴぐらいなら全然良いです。残り3分まであと3分ぐらいあるんで、こっから鬼の加速を見せれば、蜂の子こんだけ、蜂の子この一機が見れるっすね。この缶のこの一機が見れるっすね、これ。まだ諦めてないですから。もう僕も意見言われてるんですけど、僕の場合はもう普通に食べちゃいます。いや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 、全然、いや。こんなの全然余裕っすよ。僕は全然普通に全然余裕っすよ。全然いけますいけます全然いけます全然余裕っすから。全然余裕っすよ。僕の場合普通に食べちゃいますからこれは。いや今もう1060、1070ぐらいっすよね。1000、もうちょっとで、はいはい、1100いきますよ。今53分なんで、はい、あと4分間ありますね。まあまあ大体そうっすね。そうっすね。はい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 。いいっすよ。全然あれっすね。いいです。1100いきますよ。1100いきますよ。僕1300で蜂の子ですか。いきますよ。いきますよ。まずまずは、はい、いきました。1100。1100。いや残り200っす。残り200。残り200で蜂の子っすよね。残り200で蜂の子。で残り400でなんすか。両方っす。両方っすよ。ね、はい。もう今からの加速にかかってるっすからね。僕はハムスターより口パンパンになる全然余裕っすそれ見ましょう、はい、イナゴイエーイ。ちょっとやべえなって思ってるんですか。いや全然思ってないですよ。ミジンコも思ってないですもん。ミジンコも思ってないですか。ミジンコも思ってないですよ。まあ、イナゴさんはね、はい、あ、コメント今もうちょっと今ペース落ちてるんで、それこれもイナゴイナゴだけでもありますよ。イナゴ止まりですか。はい、イナゴ止まりですよまあ今55分なんで、イナゴなんてもう本当全然っすよ。早っ。まあ1100、1159。ああ、これはもう多分イナゴ止まりっすよ。いやイナゴぐらいなら全然余裕で食えますか。いきますよこれ多分。余裕っすよイナゴは。いや行きますよ行きますよ。いやいや全然余裕っす。余裕っす。全然余裕っす。ナイスさん、はい、1200乗りますよ。いや今、はい、1200ぐらいだったら全然。1300ですからね。1300ですよね。1300ですよね。僕蜂の子とイナゴ
ダブルは1500 ダブルの場合はダブルの際は1500ですけど、まあとりあえずは蜂の子はもうほぼ確定ですよね。イナゴはもう完全確定。あと何分ですか？あと約4分ですね。あと4分。あ、でもちょっとスピード落ちてきた。1200前半で落ちてきたっす、スピード。来ましたよ。そんな食わせたい。行きましょう行きましょう行きましょう。もうもうちょい盛り上げましょう。もうちょい盛り上げましょう。じゃあ30秒前ぐらいから行きます。 OK ですよ。だって今まだ55分なんですよ。55分、あと2分あるんですか？そうです、59分の段階で。あと2分あるんですか？ちょっと待ってください、今待ってください。今1238です。40ですよね。あと、まあ、40ですね。あと60で、はい、イナゴな、あ、イナゴっていうか蜂の子、蜂の子っすか？はい。ちょっと1分前になったら僕ちょっと一瞬ちょっとトイレ行く。やべえ。やべえよ。それ多分トイレ行ってる間にもう1300行きましょう。これはまあむしろ1500行ってもらった方が全然面白いですけどね、僕からすれば。まあ余裕っすよね、こんだけの人間が一致団結すると。56分でしょ。78、あと2分ですね。まあ大体、あ、3分前だし、もう終わりか。まあ行きますね、これは。1500行こうっていう、すごい盛り上がっている人がいるっすね。まあ蜂はこれ確定ですね。ナイトさん、あ、でもやばい、時間がない。まあ、8の5ぐらいかな。な、いくつ行きました？今、1291です。もうでも、残り1分前ぐらいになるんで、まあ、8の5、もう。8の5確定なんすか？もう確定ですよ。え !8 の5。あ、確定、はい、確定しました。え、今、いくつ行きました？いつ？食いますよ。8の5確定で。1300、本当に行きました？うわ、マジで行ったっす。当選確実っす。いきまーす。おめでとうございます。いきます。ナイト、いきまーす。せーの、はいはいはい。わわ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 これでロイヤルゼリーもバッチリですね。まあもう喋る。うわ、噛んだら。10秒前です、10秒前。まあ、うん、じゃあ、あの、来週も楽しい企画をお願いします。はい、4秒前、3、2、1、はい、さよなら、さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。